もくもくーマッチー。ん？なんか観覧車みたいなものがあるね。ん？回った。あれ？もしこれが時計回りに3つ動いたら、一番下には何が来るのかな。わあ、ぶどうだね。今日は観覧車クイズをしよっか。第1問。この時に時計回りに5個動いたら、一番上に何が来るかな。もっくん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 。わかったかな。正解は、バナナだね。続いて第2問。この時に時計回りに5個動いたら、右に何が来るかな。もっくん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 。わかったかな。正解は、そう、リンゴだね。最後、第3問。この時に今度は反時計回りに7個動いたら、一番上に何が来るかな。もっくん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 。わかったかな。正解は、どうだったかな。みんな観覧車が動いた時のイメージはできたかな。後でパパに問題出して。